パウンドを上げている選手です。スタパスト自ら一歩が決まります。つけての外に広げるパターンなど、本当に様々なことがテクニック見せてきます。さあジャック・グリーオールスターの争い、ゴール。さあショットクロックが残り5秒となっています。何を選択するか、ジョシュ・スコット決まります。ジャック・グリーです。インサイドの争い、囲まれながら打ってきたが小型ショット、さあ早い展開、その前にファールが差を生かしてジョシュ・スコットにボールを託す。デスポットのところ、さあターンからのシュート、いいですね。いやー、うまいオーターからのシュート決めてきました、ジョシュ・スコット。4回目ですね、このゾーンフェンス。琉球はまだこれを攻略できていないという状況ですよね、はい、さあここようやく、そうですね、よく今アタックして割ってきましたね、田代君。さあ中東から前半大活躍の笹山、アームストロングにボールを託してきました。いきなりの得点です。琉球のこのミスターンオーバーから再び得点つなげていくことができるか。さあゴール下にはまたアームストロングが行きます。このリバウンド争い決まります。したね、入っていく、まだまだ打たない、長くボールをキープ、一度相手との間合いを取ってのシュート、長い時間ボールをキープしてのシュート、ムザーギリギリに決めてきました。3軍との試合でも3本のスリーポイントを決めています。ジャックリー相手にボールを奪われた、左の選手がいる、早くこれが決まるんですね。そうなんですよ、ここですよね。さらにこれまたファールをもらいながらのシュート、はい、ここはなんとか守っていきたい。さあ涙とか足にバスを出します。入っていく、このシュートを決めた、ジョスモットが動きます。ダメージを切ります。テールが落ちてきている名古屋、まあここでお互いどう違うかですね。涙とスルーグライブから決めた、ようやくここでゲーサー2点まで突っ張りました。さあ先ほどからこのパスのちょっとミスが続いている、ありましたね、ですね、この安藤シュート。さあ涙のパスか、決まった、ありましたね。さあここはジャック・グリーのボールをキープして琉球ゴールデンキングス、今ブザーが鳴りました。